どうも、秘密基地の愉快な放送局の時間がやってまいりました。ここ音楽とカレー&パスタのお店シークレットベースから、いろいろなジャンルをお送りしていきたいと思います。会長です、よろしくお願いします。はい、では早速ですが、今回のテーマは石巻の防災についてちょっと語ってみようかなと。はい、防災システム、はい、よくわかんないけども、はい、ちょっとねやっていきたいと思います。お願いします。はい、では最近地震多いじゃない、ね、でちょっと石巻の防災システムがどうなってるかっていうので考えていきたいかなと、はい、だいぶ強いんではないんですか防災システム。はい、おー、なるほど。じゃあもしだよ、はい、今地震が来たらさ、はい、例えば職場とか出先、はいはい、どこに逃げるとかって決めてる？職場で籠城2階にこもるってこと？意外とですね、うん、うちの職場は海抜何メートルありますかね、結構ありまして、うん、3階まで上がりますとね。おー、あそこって3階行ける、屋上？屋上じゃないんですよ、休憩室があるんで、うん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 、であと備蓄も一応あるんですよ。一応ホワイト企業なんで、うん、俺なんか定められた基準があるじゃないですか、確か。おー、なるほどね。1日2食食べる計算で何日分は必ず備蓄しなさいみたいな、うん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 、っていう基準を守ってると思われるので。思われる、うん、それって、はい、例えばさ、あの海斗くんの職場はここでは言わないけども、はい、あの従業員分、はい、なんかそれともお客さんも含めて従業員分だと思います。だけ、はい、じゃあ避難してきた人は見捨てる方向で、というか、まあ一旦お店の外にみんなで逃げましょうってなるとは思いますね。まあ、まあ危険だからね、いろいろものもあるしね、はい、なるほどね。じゃあどっか遊びに行ってたら、遊びに行ってたら、うん、石巻市内でってことですか？市内で。市内だったらどうでしょうね、場所によりますよね。でも大体行くのってイオンぐらいじゃん。ああ、イオンで籠城。イオンで籠城する。まあイオンもいろいろありそうだからね、はい、うん、でもあのハザードマップ、はい、石巻の見たことある、あ、ないですね。あの2011年の震災後に、はい、1回目のハザードマップが出て、はい、で例えばさ、ヘビタ方面でお家建てた人がいるじゃない、はい、あのそれこそイオンの近く、はい、であの辺ってその時津波来なかったんだけど、はい、その後出た最新のハザードマップだと津波が来る想定になってるね、はいはい、だから早めに避難しないとイオンの駐車場もちょっとやばいんじゃねえのとかって、まあ最大想定ですよね、うん、思うよね。でそのネットによると、例えば、北海道の沖合の地震が連動した場合に、はいはい、津波が最大で18メートルから30メートルぐらい来るんじゃないかっていう話もあったりなかったり、はいはいはい、30来たらね、3回でもやばい。だってそれって要はあれですよね、もし関東平野が全部水没したらみたいな想定レベルの話ではないんですか？どうなんだろうね。あのね、ここにさハザードマップがあるんだけど。お、実物ですね。あるんだけど、はい、こんな感じ。はい、でもいない地区だけなんだよね、これね。そうですね、この赤いところが水没するとこですか。うん、で、これが最新ではないらしい。はい、で、違うの、うん、赤いところが避難先。まあ避難先と浸水区域だろうね、この辺が。じゃあこの避難先全部浸水するじゃないですか。浸水するので、石巻のね、ホームページでちょっと調べたんだけど、はい、まあ見えないんだよね、はい、PDF をダウンロードしてくださいってなってて、はい、でタブレットでダウンロードして、はい、拡大、こうギュワッと拡大すると、はい、もう文字が潰れて何が何だかわからない、はい、それって意味あるのってちょっと思っちゃうからさ、こういうのさ、この地区だけではなくてさ、
全域のデータとかもっと見やすくしてほしいなと思ったりする、はいはい、自分のところも分かる。うちはまあまあ実家は大丈夫、実家は大丈夫なんですよ、うん、でも例えば帰る道路がさ、はいはいはい、浸水したりとか、それはもちろんあるでしょうね、うん、まあ震災の時は道路全部ひっくり返されましたからね、うん、もうあの川沿い全部越えたんでしょう、越えたんですね、うん、でね、まあ最大の津波が来たらどこもかしこもやばそうだなって、まあ、そうですね、うん、一応内陸の方は田園地帯が多いじゃないですか、うん、石巻市というか、まあ、そこから地続きの、うん、登米市とか美郷町とか含め、うん、そうするとあの辺は地盤が緩いんで今度地震で倒壊する建物とかも多くなってくるんですよね、うん、そうするとまあ逃げ場がないってことですね。うん、山に逃げてもね、土砂崩れとかね、ちょっと怖いからね。で、最後にさ、ちょっと確認したいことがあるんだけど、はい、避難するときにさ、はい、持ち出す袋とか用意してる、はい、防災袋みたいなことですか、うんうん、全く用意してない、ね、用意してない、はい、家にもない、家にもないです。あ、そもそも家は、うん、家から逃げ出す予定がないので、うん、家にいるときはそのままですね。ちなみにこれね、はいはいはい、首相官邸から、官邸からの、チェックリストっていうのがあって、はいはいはい、これがね、非常用の持ち出し袋の中身、はい、こういうのを用意してくれっていうのがあるのね、はい、まあこれ映るのかなちょっと分かんないけど、こういうチェックリストがあって、これちょっと読んでみるね。はい、まず水、はい、大事だね、はい、あとは食品、はい、ヘルメット、防災頭巾、はいはいはい、あとは衣類と下着、はい、レインウェア、カッパ、はい、あと紐なしのズック、はい、ズックっていう、分かる？言いますよ。靴だね。あと懐中電灯、はい、でこれは手動で電気を起こせるやつ、はい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 、とダイナモンスと、うん、携帯ラジオ、はい、こちらもこう、はい、と予備の電池と携帯の充電器、はい、マッチ、ろうそく、はいはい、救急用品、絆創膏とか、はい、包帯、消毒液、はい、使い捨てカイロ、ブランケット、はい、軍手、はい、洗面用具、はい、歯ブラシと歯磨き粉、はい、タオル、はい、ペン、ノート、はい、あとは感染対策でマスク、うん、あとはアルコールね、はい、消毒用、あと石鹸とハンドソープ、はい、ウェットティッシュ、はい、体温計、はい、あとは貴重品だね、貴重品は免許証、マイナンバー、パスポート、現金、あとはお薬手帳とか、はい、そういうね、っていう風のが書いてあるんだけど、これさ全部用意するとさ、はい、背負えるリュックみたいなのがあるじゃん、ええ、あれ1個じゃ足んないんだよね、どう考えてもね。いやまあ入れ方じゃないですか、あのノースフェイスのリュックかなんかに、ね、あの軍隊の人がさ背負うようなさ、ええ、前も後ろもみたいな感じのさ、はいはい、まあ、ヘルメットは頭にかぶればいいんだろうけど、ええ、マスクもして逃げればいいんだろうけども、そうです、で水だってさ1人1日3リッター使うとか、うん、でも詰め方があるんですよちゃんと。あ、そうなの？ええ、このブランケットが一番下でみたいな、うん、で重いものが一番上の方でみたいな、うん、まあいろいろあるんですよ。それでもさ、はい、俺とっさに持って逃げれるかっつったらさ、俺無理だと思うんだよね。いやこれを事前に詰めといて、うん、常に置いておけってことなんですよ、うん、置いといたとするじゃない？はい、でもさ例えば地震が来ました、はい、でそれを寝室に置いておくのか玄関に置いておくのかでさ、はい、持ち出せる状況とか変わってくるじゃない、はい、これ玄関に置いといたらさ逃げるとき邪魔になるような気もするしさ、それも置いとき方ないそうなの、それぞれ工夫しておけと、はい、でこの中ですっげえ大事なものがさ、はい、欠けてるなって思うのが1個ある。何が足りないですか？何だと思う？え
一番大事だと思う。命を守るために。命を守るために、うん、官邸の人に物を申したいんだけど笛なんだよね。ああまあそうでしょうね。だって例えば逃げれずにだよ、はい、瓦礫の下にこう埋まってしまった、家が倒壊したとかさ、誰か助けに来た時にさ音出すものって必要じゃない。で手足が例えば挟まってて動けない時ってさ、笛吹けばなんとか居場所を知らせれるっていうことがあるじゃない、だから常にこう首から笛ぶら下げとけばいいんじゃない。まあ、ですからそれは首からぶら下げて飛ぶもんだから、このリュックには入れなくていいってことです。ね、でもねでもね、はい、予備も欲しいじゃん。はいはいはい、ああなるほどね、うん、はい、例えば営業中にさ笛ぶら下げておくわけにもいかないじゃん。はい、笛ですね、うん、メイドインアビスみたいなもんですね。え、はい、なのでこれ笛、はい、1個は常に身につけといて、はい、1個は、あのカバンの、あの持つところにこう巻いといてさ、はいはい、ああそれはいいかもしれないですね。カバンの中ではなくてこう横とかにですね、うん、すぐ取れるような、音が出せるような、はいはい、いいと思う。で携帯の充電器とかさ役に立たないと思うんで、だって充電できなかったじゃん。携帯すら役に立たなかったからさ。いやまあそれもタイミングはありますけどね。連絡したくてもさ繋がらなかったしさ。それはありますね。ね、ホリエモンが YouTube でなんか災害が起きた時は携帯が大事だっていうのを言ってたんですけど、うん、電話が繋がるじゃんみたいな言ってたんですけど、うんうん、絶対に繋がらないです。繋がらないよね。繋がらないです、うん、待つ間違いなく、うん、電波は来てるけど繋がらないんですね、うん、そうもうそのうちね津波来てさ、基地局やられたらバッテリー切れたらなくなっちゃうしね。で、あのこういうね緊急用の連絡はツイッターを使えと、はいはい、ここで書いてあるのね。日本製のものないのかな。ないんですね。ないのかな。少ないのかな。ないですね、うん、日本製のものってそもそもまあツイッターだって企業ですからね、うん、あのほとんどの場合でこう政府が主導したものは全部ポシャルっていういやみんな YouTube に動画投稿してないんですよ、無事ですって。なるほどね、わかりました。じゃあそういうことで何、ね、かあったら動画を投稿しろと。 YouTube もアメリカだよ。 TikTok 中国じゃん。以上で秘密基地の愉快な放送局でした、はい、今回は石巻の防災システムについてお送りしました。ぜひコメントよろしくお願いします。はい、チャンネル登録高評価もお願いします。はい、はい、では次回の秘密基地の放送局はパイドくん映画見てきたって言ってたね。ああそうですね。じゃあ、ね、例のあの、はい、じゃあ来週はですね映画の話題を。タイトル何なの。レジェンド&バタフライ長かったらしいね。たっぷり3時間あります。ああ3時間、信長と貴重の話で、ね、来週はその話を、はいはい、していただきたいと思います。はい。